今日は三月アリスさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。三月さんは AV 女優さんでいらっしゃった今も、はい、やってます。そんな風には見えへん感じの空気感ではあるっていう、以前1回来ていただいたことあった時にね。そうです、今日2回目ですね。そう、はい、変な人って言ったけど相変わらず変な人のまま変わんないです。変わってたらすごい。今日は AV 女優の気になるあれこれを聞いてみたっていう内容で伺っていきたいんやけども、うん、AV 女優の方はみんなフィラが好きなの？まあ、全身全部フィラで今日は統一してらっしゃるけど、靴下だけないキャラ好きですって言うと、え、フィラ好きなのって聞かれる。そうだよね。やっぱそっちつながりかなと思ったのよ。フィラフィラのね。フィラフィラじゃねえよ。で、なんて答えるの？好きですけど、まあ、フィラもちゃんと好きなんですみたいな。あ、なるほどね。めっちゃちゃんと答えてる。ちゃんと答えないと。フィラも好きですっていうね。うん、別に全然狙ってなくて普通に可愛いから買った。あ、そういうことを狙ってない。いや全然狙ってなくていろいろちょっと聞いていきたいんやけども、はい、AV 女優の業界について。 AV 女優は審査とかあんのかな？胸何カップ以上とか。見た目大事。見た目めちゃめちゃ見られますね。それは誰がやんの？おっさん AV 業界メーカーの、うん、AV 業界メーカーの AV メーカーのプロデューサーみたいな人の面接があるんで、それ一人のおっさんがおるん？一人のおっさんがおる。勝手にやっぱ村にしとるみたいな監督が座ってて舐め回すように見るんだね。どんな風にエロいの感じみたいな言うてそうなイメージ。感じで、ね、うん、全然普通の会社のところで何人か来てみたいな。何言うの？生年月日が合ってるとか。履歴書書くんやみたいな感じで。生年月日間違えてたら出れないんですよ。万が一未成年やったらあかんもんな。そうです。脱いでみてくださいみたいなないの？ちょっと体見せて。脱いでみてください。じゃあ全裸になるの？全裸になるのは個室で。それ何見られるの？乳首の色とか。もうそうだし、パイパンかパイパンじゃないかとか。こんな感じであちょっと開いてもらってみたいな。ちょっと見せてもらって。中は見られないさすがに。開いてもらってまたよまたよ。触られたりもあるの？触られたり全くない。それはあないや。見られて終わりです。結構応募する人多いんかな？倍率とかどんな感じなんやろ？結構多いらしいですね。あ、そうなんや。でなんか事務所に受かんないといけなくて、事務所の人も見て採用するみたいな。 AV 女優事務所があるの？専門の芸能事務所があって、そこで審査してみたいな。どっちかというとメーカーのやつはただの作品に対するオーディションで、実際に AV 女優になるかどうかみたいなのは、うん、事務所に所属できるかどうかってことなのね。あ、まずそうです、まずそうです。 AV 女優は彼氏ができたらあかんとかそういうルールがあるの？ないです。 AV 男優さんと付き合ってる子はいないの？全くいないです。連絡先も聞かれても交換できないし、自分から聞いてもダメだし。なんで？そういう業界の、だって体の関係だぞ。もうやっちゃってんだよ。なのに連絡は絶対連絡は取っちゃダメみたいな。それは仕事現場じゃないとこでも、今日は外でちょっと待ち合わせしましょうって言って外で待ち合わせて、ラインと。それもダメです。 AV 男優さんの開いてるパーティーとか行ったことありますけどね。何をするの、そのパーティー？なんか誕生日パーティーみたいな。そんなことしないよね。何もしないです。別に連絡先聞かれたりとかもなかったです。厳しいんやな、そこがね。めちゃくちゃ厳しいです、そこも。 AV 撮影ではやるけど、プライベートではやらへんみたいなプレイとかもあるの？そもそも本来はエロいの？普通ぐらい。普通ってのはどんくらいなんやろうな。私普通よって、え、どんな感じって言ったら馬乗りになってみたいな言うかもしれないやん。スッドロするぐらいかなみたいな。やばいやばいやばい。私の普通かもしれないから。スッドロ NG なんで、さすがに。ちょっと汚いの嫌だなって。わかるわ。仕事やからこれはやるけど、実際はやらへんみたいなのはあるの？駅とか。ああね、昔ながらの。体力の問題だよね、男性側の。頭打ったら終わりなんで。どこに打つの？天井？天井とか床とか、なんか間違えた。天井低すぎるだろ。手がね、弱くて下に落ちちゃうとかも。ああ、それ怖いよね。そう考えるよね。こっちもしがみつかんとみたいな感じなのか。気持ちよくないしな、絶対。疲れる。立ちっぷくは？立ちっぷくはあると思います。はする。イッパラチオは？いや、しないし。めちゃくちゃ聞くやん。しない。AV ではやるの？やります、イッパラチオ。で、普通に現場で吐くっていう。ブツは出てない。あ、ブツは出ます。ブツが普通に出るんや。それはカットされるってこと？そこはカットされるんですけど、でもなんかその出た時にディレクターとか AD の人たちがなんかめちゃめちゃ気まずくなるのがしんどいというか。嫌よな、自分のゲロ見られるのって。うん、だからみんなこう一生懸命ね、トイレのシートで拭いてみたいな。大丈夫です。相手しぼまない？それで若干しぼんで高めてましたね、その人は。高めてるってどういうこと？立て！チッコを立てるっていう。上見ながらこうやって作ったりとか。へぇー、考えないで。ペニスは大きいのと小さいのどっちが好きなの？普通の大きさが好きですね。大きいか小さいしか選べん。ちっちゃい方がいい、ね、まだ小さい方がいい、ね、そうだよね。デカチンものとかの企画があるんで、その時はまあでかいのが好きですって言わなきゃいけないんで。言わなきゃいけない。言わなきゃいけないですよ。なんか黒人はどうなの？それぐらいの大きさのものは NG ではない？別になんか柔らかいらしくて、うん、黒人のペニスの大きさの NG はないんや。まあ、別にたまにそういう子いるからさ、大きいのはちょっと NG で。本当ちっちゃいのがいいんですけど。なぜちっちゃいのがいいの？ちょうどいいなみたいな。室内が安心
ですけど、室内が安心するかどうか。責められ方としてさ、嫌いな責められ方とかはある？例えば唾飲んで、あー唾、なんかレズでやったな、それなんか唾の、そういう企画ものもやったんや。そういうのもやりました、なんか唾をあげて、逆にさ、ちょうだいみたいなやつは嫌？もう嫌だ、なんかそういう、あ、足の匂い舐めさせてみたいな。足の匂い、ちょっと嫌ですね。舐めるのが嫌、舐められるのが嫌な。舐められるのが好き。舐められる方が好き。好き、自分でやりたくないですね。舐められるよりもちょっと嫌です。舐める前にさ、殺菌ティッシュとかで拭いたりとかするんかな、現場では。拭いてんじゃないですか、一応ね。いや、拭いてんでしょ、多分いるんじゃない、そういう専用の。あ、ちょっと失礼します、お化粧直し。どんくらい1日取るの？1日はもう終日なんで、8時から22時とか23時とか。結構夜まで遅くまでやる。ずっとやりますね。しょっちゅう取るの？月に5、6本とか。結構取るね、5、6本も加えるんだ。めちゃめちゃ加えます。いろいろ企画とかもあったり、半日拘束もあるんで。チッポは好きなの？チッポは好きですね、もちろん。好きじゃなかったらできないよね。一番つけたいぐらいですよ、だって私なんなら。もう自分に欲しいってこと？あ、つけたことある？自分にもはや欲しい。まだやったことなくて、それ。つけてみたいな、あ、やってみたいみたいな感じはあるんや。あ、もうあります、レズとかでやりたいな。どんな感じなの？それ興奮するの？レズとかで。レズめっちゃ興奮しますよ。クリめっちゃガン立ちします。やばい。クリめっちゃガン立ちする。恋愛対象は男性だけどってこと？あ、男性なんですけど、まず撮影で結構いいなと思って、あ、するとありかもみたいな。結構ありかもしれないみたいな。クリーはね、レズビアンの人の方が上手いとか言ったりするもんね、やっぱ女性上手いですね、ゲイの方が上手いのと一緒で。男性のチンコより女性のマッコの方が全然匂いとかしないし。舐めてんな、あなた。舐めましたけど、チンコ特有の匂いとかもなくて清潔にしてたんじゃない？でもなんか女性の方がいいらしいですよ、マッコ舐めるの。どういうこと？汚くないっていうか、男性のチンコ、そのめちゃめちゃ洗ってるから。もう洗ってるから。あのね、本当に洗ってない子とかで結構匂いやばい人いると思う。やばいですか？性病かかってるとかじゃなくて、じゃなくて、例えばそのケア間違ってたりすると、石鹸で洗っていけないのに石鹸で洗っちゃうと匂いの原因になっちゃったり。女性のやつの方が匂いはこもりやすいって、だってインしてるやん。男性のはアウトしてるからさ、洗いやすいし、男性の、あ、洗いやすいんですね、やっぱり。洗いやすいでしょ、だって外についてるんだから。そっか、すごい。中にまで入れて洗ったりするの大変でしょ、だって女性は。そういう綿棒みたいなのあるんですか？わかんない、もしかしたら気筒のなんかこう周りを、周りをなんか掃除する。だって気筒の周り掃除しなくたって全部洗えるじゃん、石鹸も全部つけて。でも意外とそんなに集中して洗わないから匂いがあるかも。やろ。でも女性は逆に集中して洗ってるから匂いがなかったのかもしれない。のかもしれないね。でも結構私ウォシュレットとかで綺麗にしてるから、うん、ウォシュレットを使ってるんだ、はい、あそこ用に。でも私ウォシュレットでもあのオンにするんで。何、ウォシュレットでオンに？どういうこと？ポリのとこにビデというか、私強い方が好きなんで、お尻の方。あ、お尻でやっちゃうの？ビデは優しすぎるから。めっちゃあのオッピーがガン立ちするんです。あんたさ、言っとくけどさ、普通に人と比べてどエロいよ。あ、エロいですか？言ってること。普通の女の人は多分ウォシュナ知らないと思う。ウォシュナ知らないと思う。ちょっと掃除セミナーやろうかな。やった方がいいよ。女性のいろんなオナニーみたいな。あ、行けます？意外と集まるかもね。なんか面白いね。みんなオナニーなんか違うんやね、やり方。ちょっとやりましょう。女性やったらさ、生理とかもあるやんか、生理休暇みたいになるの。あ、確かに。生理来ちゃったら海綿っていう入れるやつがあるんで、血を吸収するスポンジみたいなのがある。タンポンみたいなもの。まあ、タンポンはなんかそのついてるじゃないですかね、紐がね、紐が、うん、あれがないやつのなんかそういうこう入れて、取り出し方も分かったんですよ、私やりすぎて自分でできるようになって。それ入れてエッチするってこと？あ、そうです、そうです、そうです。いや、変なとこ行っちゃうやんそれ。なんか絶対もう、なんかもう取り出せない料金までって思うじゃないですか。意外とこういけるんですよ。最初の頃は取り出せへんかったから、うん、もう男優さんとかにやってもらってたんですよ。スタッフでもなく男優がやってくれるの。男優さんがうまいです、本当。撮るの、あ、じゃあ言いますよっつって、シャシャ、うん、あ、みたいな。すごいいい旦那さんになりそうやな、男優さん。奥さんのことめっちゃいろいろ理解してそうだわ。いや、めちゃめちゃいいんですよ、それも。それでそんな止まるんや、その根本的なやつは、うん、めちゃめちゃ止まります。たまにちょっとゴムがちょっと血っぽくなったりとかするんです。モザイクかかるんで関係ないっていう。あ、そうか。結構怖なとこまで聞けた気がするわ。いや、本当ですね。こんなに話して大丈夫です？親とか見てないですか？またこれですか？全然見てないっす、もう。もう全然見てないっす。もう全然見ないっす、もう。顔芸やめてもらっていい？全然見てないっす。めちゃめちゃもうやっちゃうんですよ、顔芸。顔の下半身がうるさいってめちゃ怒られます、ね。いや、でもいいこと。本当ですか？めっちゃ楽しいわ、その方が。しかも前回出ていただいた時、全く同じ、顔の下半身がうるさいってよく言われるんですって言って、その後アレちゃんが、でもいいと思うっていうくだりがあった。あ、ありました？あった。デジャブかと思ったら、これあったわって思って。あ、ありました。まだ次来た時もまた、ね、またやりましょうね。あ、ぜひぜひぜひお願いします、うん。ありがとうございました。この2ヶ月ぐらいで肌が綺麗になった気がする。整形したんですよ。あ、そうなんだから。ダーマペンやりました。あ、ダーマペンやったんや。聞いてるわ、じゃあ。